にちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース徳山 G1 徳山クラウン争奪戦開設68周年記念競争に、ね、帰ってきました。今回はですね、追加ということでゴールデンウィーク競争初日に帰ったんですけどね、ゴールデンウィーク競争のちょうど準優の日だったんですかね、斡旋家の方からね連絡がありまして、ちょっと欠員が出たということで、傷の具合も良くなってきたので大丈夫です、行きますということでね、追加戦ということになって行ってきました。今回引いたモーターは51号機 46.4%、 ボートはね16号機でね 30% ありました。まだね使用期間が短いということでなんですが、調律はね上からね9番目のモーターで、今日はスタートライン上追い風のコンディションとなりまして、エンジン切れ規模を見るとこの坂枝くんの前の説で転覆してて、そこからちょっと動きがねあまり良くないみたいなエンジンなんですよね。前傾足合わせするとちょっと伸びが弱いかなって感じで、出足関係はねその時ちょっとペラも叩いたっていうのもあるけど、出足関係はまずいいかなと思いながら、でもちょっと伸びがね良くなかったんで、ここね記念レースなんでね、やっぱりちょっと伸びがねやられると厳しいんですよね。そんな感じでちょっと苦労する一節間でしたね今回はね。ここまで実績残すモーターですが、ここまで3日間ではまだ連帯ありません。2番の鹿島、そして3コース3番の小坂直也、4コースは角になりました4番上平慎二、今日1回乗りここ1着取って6点ちょうどになります4番上平。そして5コースには地元、このレースはね準優勝戦に乗るために1着を取らないといけないっていうね、大事な勝負がけのレースでしたけどね。本番はね角になってね、さあ4コースからどう攻めよう、いい展開にならないかなともね思ってたんですけどね。1、2コースが若干遅れて3番がねまくっていく感じに見えたんで、よし刺そうっていい感じで刺せたんですよね。ここがねこれでね1着条件をねなんとかクリアできてね、準優勝戦にね乗れそうです。勝負がけ成功です。1着条件の勝負がけだったんですけどね、なんとか1着が取れることができましてね、今回予選は第16位でね通過することができました。それでは準優勝戦の映像をどうぞ。準優勝戦です。昨日のね勝負がけがなんとか1着取りだったんですけどね、なんとか1着が取れて準優勝戦6号艇でね乗ることができたんですが、足的にはね相変わらず厳しい状態が続いてましたが、バックテレッチ側6艇固まりました。コース争いまずはここは動きありません。予選3位の勝ち上がりとなりました。コースはね6コースから、もうイメージはねこの前の下関とか6コースからね2着になれたんでね、もうイメージはもうああいう5コースが行ってくれたところを上手に刺して最打ち伸びていくいかないかなみたいなね、そんな感じのレースを思い浮かべてましたけどね、もうこれしかないですよね本当ね。3番の新田雄志が3コース、4コースから1には4番の大上拓人、今年の畜戦に続きまして徳山、今節はね珍しくねスタートもねずっと決まってたんでね、とりあえずいつも通りの感じでスタート行こうと思ってましたけどね。6コースが6番の上平慎二、こちらも徳山 G1 連続椅子がかかります。 G1
スタートもね、思い切っていきましたね。なんか思ってた通りに5番がね、一気に一気ってわけじゃないか、でもまあね、まくってったんでね、よしと思って僕いい感じでね、入れましたよね、ここね。ね、チャンスあるかなって感じで、そしたらね、4番と2番がね、こう競って外に行った感じだったんで、これは上手に回らないといけないなってね、こうちょっと思ってたんですけどね。ここでね、ちょっとね、跳ねるんですよね。でもまあちょっとスピードがありすぎて、ちょっとそしたらちょっとブレーキかからず、ちょっとね、ちょっと無理なターンをしてしまいましたね。危ないシーンになってしまって、ちょっとね、ちょっと周の1マーク。さあ懐を狙ってきたのは5番の柳沢、これも4番大上が振り切る。打ちをついた茅原ですが、ここは届きません。 2,3 番手、ここで差が開きました。今度は3番手争いは2番の茅原、外は5番の柳沢、さらには打ちをついて3番新田、この3人の争い2周2マーク。さあ競り合うのは茅原と新田の2人、打ちを捉えて1周2マークのね、ターンでね、ちょっと僕は不良候補ということで、4番に対するツッコミということで、不良候補でね、焦点除外ということに、ね、なってしまいました。1番4番5番、先頭が1番魚谷、最後のバックストレッチ、2番手水槽、4番大江、競り合っての3番手、ちょっと怪我もなくてね、事故にならずにね、良かったです。その差が一定審判ぐらい、2連単の1番4番では 6.6 倍、3連単の1番4番5番では32.6 倍。3周ターマークの旋回、5番の柳沢、最後は3番手打ちをついた茅原を振り切って守り切ります。先頭1番魚谷五輪、4番大上五輪、5番柳沢五輪、2番茅原五輪、6番上平五輪、3番新田五輪。ご覧のようにですね、結果はね、5着ということでね、準優はね、突破することがね、できませんでした。優勝戦、今節の優勝はですね、長崎の原田幸也くんでした。おめでとうございます。ね、マスターズチャンピオンから連続の G1 優勝ということでね、すごいですね、本当ね。次節はですね、5月の18日よりボートレース常滑を走ります。 G3 イナックス杯争奪戦第33回常滑大賞ということでね、ちょっとね、リズムがね、良くないので、昨日五穀神社に行ってきたんですけどね、これでまたリズムが変わるんじゃないかと思います。精一杯走っていきたいと思います。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。JR 下松駅のね、すぐそばにある、中華そば、コーランね、行ってきました。ここは美味しいよってね、ちょっと言われてたんでね。しかもね、ここはね、牛骨スープってね、美味しいよって言われてたんですよね。だからね、ちょっと楽しみに行ってみましたけどね、中細ストレート麺でね、美味しいラーメンでしたね。今回はね、チャーシュー麺をね、頼んでみましたけど、まあね、このインパクトの凄さがまあすごかったですけどね、まあチャーシューのガーッとね、ね、本当美味しかったです。ぜひね、ボートレース徳山にね、行った帰りでも、行き死でもいいかな、ちょっと寄ってみて、牛骨スープの味をね、楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは、ありがとうございました。